っちのカメラ。こっちのカメラです。皆さん、ああ。そうそうそう。お店も好き。よかった。行かないと。行かない。ちょっとなんか違う気がする。あれだっけ。忘れちゃった。ラストはすごい見ました。はい、じゃあお願いします。行きましょう。はい、お願いします。こっちから行きましょう。はい。はい、お願いします。今ちょっと準備しますね。はい、お願いします。人力車もう何回ぐらい乗られてますか？あ、20回ぐらい乗った。めちゃめちゃ乗ってる。それは全部浅草ですか？浅草ですね。はい。4月ぐらいから乗り始めて。もう20回ぐらい乗ってますね。はい。では行きましょう。はい。ありがとうございます。バッグよかったら足元に置きますか？これ。わかりました。では乗る前に確認なんですけど、お手洗い大丈夫ですか？大丈夫です。ではスマートフォンと飲み物だけ手元にお願いします。ありがとうございます。では。低いところから1、2、3と真ん中にお願いします。はい、ありがとうございます。もうどっか捕まらないで乗れるようになっちゃった。そうですね。はい、ありがとうございます。そんなカメラってこっちのカメラ？こっちのカメラです。ありがとうございます。接続して、はい、そっちから。あ、そうですそうです。こっちなんかモニターで見てる感じです。面白い。屋根を。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。すみません、屋根開けてもらってもいいですか。肘肩気をつけてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今写真撮るというよりは、ずっと歩きながら。あ、そうですね。わかりました。では、行きましょう。はい、よろしくお願いします。体重保たれてお願いします。お願いします。よいしょ。ちょっと下がります。では車が行くので行きましょう。はい。はい。お願いします。行きます。皆さん。では改めてご紹介します。はい。本日のドライバー務めます。鈴川になっています。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。では本日30分お付き合いいただいたので、今私の時計の。はい、10時39分過ぎにここに戻ってくる感じになります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は車がたくさんいますね。日曜日ですもんね。あ、そうですね。あれ、そろそろもうみんな夏休み入って。ああ、そうですよね。はい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 。私も夏休み入ったんですけど。あ、学生さんですか。学生です。あ、そうですか。そうなんですね。はい。あさってから合宿入っちゃって。合宿？学校の勉強合宿。あ、勉強合宿。あ、そんないうのがあるんですね。で、お盆休みはいはいはい出られないんですよ。あ、そうなんですね。めちゃめちゃ悔しい。ゆらさんってあれですよね。今年なんかこの入社というか。はい。ここにはい。来ました。あ、そうなんですね。4月にここ入って研修生やって、今デビューしました。もうデビューしてるんですね。すごい、すごいですね。やっと走れます。1年前にTikTok 見られてますか？あ、見てます見てます。1年前にその東京力車の TikTok 見て、なんかそれまでは人力車ってものは知ってたけど。働けるんだってことに見せる。ああ、なるほど。なんか普通に考えたらその地元の人しかできないとか、勝手なイメージなんですけど、そういうのがあって、なんかなろうとも思ってなかったんです。で見つけて、しかも女性やってるって思って。ああ、そうですよね。確かに。できまーす。やろうって思って。ああ、そうなんですね。はいはいはい。すごい御社の TikTok すごいなんかこう、はい、雰囲気がいいというか、会社の楽しそうな雰囲気とかね、女性の方もたくさん出てらっしゃって、はい、はい、いいですよね。そうなんだ。なんか TikTok で見た通りの、はい、会社すぎてびっくり。ああ、そうですか。なるほど。行きたい。どうですか、お仕事は楽しいですか？めちゃめちゃ楽しい。ああ、そうなんですね。いいですね。もともと走るのは苦手なんですけど。はい。はいはい。はい。動けるバイトを探したんですよ。動けるバイト。へえ。やっぱコンビニとかだと。はい。なんかコンビニの中で終わっちゃうなと思って。はい。確かに。で、最初はウーバーイーツやろうと思ったんですよ。あ、そうなんですか。へえ。人力車見つけて、ここしかないと思って。ああ。すごいですね。楽しい。あります。すごいね、興味はありますけど、はい。健康にもいいですね。あ、確かに確かに。そうそう。なんかこの仕事をやる前はなんかやってたんですか？お仕事みたいな。はい。なるほど。あ、すごいですね。部活しかやってない日々だったので、人生初めてのバイトだったんです。はいはい、すごいですね。学校卒業して、はい、そのままこっちやろうと思って、はい、こっちの学校に進学しました。はい、そうなんですね。人力車優先です。あ、すごい。そうなんだ。はい。なんかあれですか、じゃあ、全然あれですか、地元とかこの辺じゃないって感じなんですか？あ、もう北海道。あ、北海道。そうなんですね。すごい。そっかそっか。じゃああれですね、上京してきて今、仕事もして、学校も行ってって感じで。そんな感じです。すごい。なんかはい、学校が、はい、思ったよりもハードスケジュールすぎて。あ、そうなんですか。人力車やりたいけど、学校も譲れない。すごい。そっかそっか。前に、はい、YouTube の撮影ではなくて、はい、プライベートでガンプさんの人力車に乗ったんですけど、はい、その時になんかすごい子が来たって言っててそう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 なんか人力車やりたいって言ってなんか上京してきて、もうなんか学校よりもこっちだって言ってる子がいるみたいな。すごい子がいるよってガンプさんすごい褒めてました。やったー。はい。そう、なんかびっくりしたんですけど、はい、この間ちょうど北海道に少し帰ってたんですよ。あ、はい。そしたらもうなんか浅草行きたいなってちょっと思っちゃって。そうなんですね。すごい。浅草がマイホームみたいな。はい、ああ。はい、浅草来るんですよ、私。あ、そうなんですか。すごいですね。学校行って、学校やっぱ疲れるんですよ。すごい楽しい。はい。勉強してることはやりたいことだったんで、はい。楽しいんですけど、はい。疲れるから、はい。浅草来て、はい。ブラブラ歩いてます。あ、そうなんですね。こんにちは。オレンジイールさん。あ。はい。あ、マジっすか。すごい。なんか浅草来ると、とりあえず飲みに行きます。あ、そうなんですね。飲んだことありますか？あ、まだないんですよ。はい。めちゃめちゃすごいストローが果物に刺さってる感じですよね。そのままなんか絞りたて飲んでる感じです。ああ、なんかこの通りお店が多いんで、ゆらさんの好きなお店とかあったらちょっと教えていただきたいです。私の一応のお店が、はい、あります。お店も好きなんですけど、私このシャッターの絵が好きです。あ、そうですね。そうそう。江戸時代って文字を勉強できるのが全てではなかったんで。あ、なるほど。なんかそういうシャッターに書いてある絵を見て、はい、何が売られてるかとかを。あ、そういうことか。知るっていうか、何が売ってますよっていうのを表してます。ああ。なるほど。まだ閉まってますね。はい。この浅草いちご田さん。あ、スムージーがすごい。はいはい。面白くて、一つの一杯に16個の。16個ね、すごいですね。私いちご大好きなんで。あ、そうなんですか。はい。行きます。ああ、そうなんですね。ああ。はいはい。日中ずっと走っちゃうんで。確かに確かに。なかなか空いてる時に行けないんですよ。そうなんですね。ちなみにこの、はい、コウシンさん。この大学の、はい。めっちゃ食べてます。食べたことあります？あ、まだね、ここのないです。行かないと。もったいない。いちご座さんはね、何回か行ってます。すごい好きで僕も。ビールもありますよね。あ、ビールもね、そうそう。まだ私19なんで。はい。あ、そっかそっか。まだ飲めない。そっか、ホッピー通りね。まだちょっと対象年齢です。じゃあこの先の楽しみですね。ちなみにここはロック通りです。はい、ロック通り。通ったことありますか？あ、通ったことははい何度か。ではおさらいなんですけど、ここ昔日本で一番栄えてた通りって言われてます。はい。本当は六区通りっていうんですけど、江戸の人たちは下足らずってことで言えないってことで六区から六区ってなってしまいました。六区が言えないんですね。六区が難しいです。急いで喋ろうとすると私たちも六区通りですって言ってます。ちなみにここが一番栄えてたって言ったんですけど、当時テレビもなし、娯楽が一つもではないんですけど、ほとんども何もない時代に映画館が日本で初めての映画館できたりとか、水族館とあとボーリングがちょっとなんか違う気がする。いろんな娯楽のものがここに入ってきて、もう全国からデートしたい方とか家族旅行でみんなここに来たので、ぎゅうぎゅうになってしまいました。イメージでいうと奥の方にドン・キホーテがあるんですけど、向こうの日当たりまで約100mから100mで、そこを今だと何分ぐらいで行けます？歩くと12分って感じですかね。12分で行けちゃうはずなんですけど、当時はもうその何倍も30分ぐらいかかったって言われてます。イメージで言うとなんかもうぎゅうぎゅうでおしくらまんじゅう状態の満員電車5両分をかき分けていくイメージです。もう一回ちょっと通学の電車がめっちゃ満員電車なんですよ。あ、そうなんですか。3両分ぐらい移動してみたんですけど、もうすみませんしか言わないで通ってます。行きましょう。はい。もう今朝だから空いてますね。空いてますね。今日ちょっと涼しくていいですね。はい。あ、そうそうそうですね。なんか着物を着る方とかがいるんですけど、はいはい。もうなんか楽に着れてました。ああ。やっぱ暑すぎて、はい。乗って写真撮ったらすぐ脱いじゃおうっていうのが多かったんです。そうなんですね。昨日今日は最高ですね。ああ、本当ですね。予約済みの意味を知っていますか？お。はまだ僕の YouTube では紹介してないですね。はいはい。このやつのはい。ビートたけしさんの方が入る予定の場所です。ああ、そうなんですね。本当ははい。まあ今入っちゃってもいいんですけど、はい。ビートたけしさんがはい。この写真で言ったらこれの隣に師匠さんがはい。今乗ってるんですよ。はいはい。さんの隣にはまだ先の絵ってことで、水戸武さんが亡くなってから入ろうっていうことになってます。なるほど。師匠の横にはまだ並べないっていうことで、めちゃめちゃすごいのに。はい、そうですよね。すごいですね。うん、裏削りっていうのがまたなんか面白いです。本当ですね。ちなみに今見えてきたのが国際園芸ホールです。うん、ここはご存知ですか？あ、でも説明をぜひしていただきたいです。前の方まで行きましょう。はい。はい、ここは浅草園芸ホールです。はい、一度入ると、もう一日中ずっと入って楽しむことのできる。ああ、いいですね。中では落語とか見せ物っていった、いろんな芸とか、漫才とかを、見ることができます。で、あそこの木札がたくさんかかってる、赤と黒の文字のところを見てもらいたいんですけど。交互に結構並んでますよね。あ、そうですね。実はちゃんと意味がありまして、黒い文字が落語で赤い文字が見せ物なんですけど、小学校って学校でいうと分かりやすいんですけど、国語の授業がずっと1時間目から6時間目まで続いちゃうと、面白いけどやっぱ疲れちゃうんですよね。確かにね。なんで途中に理解入れたりとか、俳句入れて。さらにずっと楽しめるようになっているので、一回入ってみてください。すごいわかりやすい例えです。最近教科書に結構落語入ってて、あ、そうなんですか。学校でも落語を鑑賞したりしてます。一回私の学校に落語家さん来て、誰だっけ、笑点に出てた人。お、すごい人じゃないですか。じゃあ忘れちゃった。ピンクの、ピンクの人ね。忘れちゃった。忘れちゃいけないのに。すごいなんか面白かったです。あ、そうなんですね。あ、いいですね。でも普段から立川志の輔さんっていう落語家さんがすごい好きで聞いてたんで。あ、そうなんですね。違う人の落語を初めて聞いて、さらに面白くて。落語をもう聞いてるんですね。お父さんが聞いてたのを横で聞いてハマりして、ああ、すごいっすね。お姉ちゃんと一緒にずっと聞いてました。へえ、そうなんですね。最近のおすすめがあるんですけど、ここの4階のところに浅草横町っていう、お店というか横丁ができます。4階行くとなんかもうめっちゃお祭りだって感じになります。そうですよね。ちょっと語彙力ないんですけど、奥の方にこの4階の奥の、4階入って奥の方行くとゆらゆらってお店あって、そうなんですか。私の名前であって、すごい。じゃあ行かないとですね。行きましょう。はい。結構どこのお店もおしゃれで。あ、そうなんですか。インスタ映えします。おお。一人で行っても楽しめたりしそうな感じですか。あ、本当ですか。結構一人のカウンターがあった気がする。あ、そうですか。一人で行動するの。あ、そうなんですね。そういうのめっちゃありがたい。おお、確かに。そう行こうかな。はい。うん。一人でゆっくり楽しみたいタイプ。あ、そうですか。僕もね、どっちかというとそういうタイプなんで。でもなんかみんなと話もしたいですよね。あ、まあ確かに。うん。いいですね。今結構うちは。配ったりしてるんで。ああ、そうですか。ぜひみんなうちわ回って告知してみてください。はい、確かに。暑いですからね、まだまだ。どんどん暑くなりますよね。あれですか、やっぱ北海道からだと、東京の暑さって結構。めっちゃもうびっくりするほど暑いです。全然違いますよね。なんか普通にこの気温いくんだと思って。そうそう。今このぐらいの気温がだいたい北海道の。はい。まあ夏。夏まではいかないけど、夏って感じ。そうですよね。真夏になったとしても、30度いったら、あ、もう今日死ぬねって。わかります。はい。僕も北海道に住んでたことがあって、今でも年に2回ぐらい行ってるんですけど、がただ通り過ぎる感じ。はい。3度で。はい。正面から見ました。なんだろう、一年中。はい。はい。金魚すくい楽しむことができるんです。あ、そうなんですね。祭り気分味わいたいってなったら。うんうん。着物とか浴衣着て来てください。いいですね。あの通りすごいなんかなんだろう、雰囲気がいいですよね。めちゃめちゃいい。うん。鬼滅の刃とか見てます。あ、見てます。ちゃんと見てます。もう全部見てます。どういうことですか。全部見てますよ。なんか、はい。アニメだけ見てる方とか。ああ、そういうことか。漫画だけ見てる。はいはい、漫画全巻持ってます。見ました。見ました。なんでですか。ガチ勢ですね。ガチ勢、はい、まあ、普通の人です。なんか、鬼滅に出てきます。そうじゃありませんか。ああ、そういうことは確かに。そうですね。そうそう。浅草ね、鬼滅出てくるんであれですよね。いろんなところが面白いですよね。はい。さっき撮った先方になるから面白いって言ったところ。はいはい。夜になるとすごいライトアップされてて、そうそう。おしゃれなんで。そうなんですよね。一人ではい。のんびり夜歩くのめっちゃ好きです。はい。あ、僕もあそこ歩くの好きです。はい。いいですね。そう。あと浅草寺のライトアップとかもね、かっこいいですよね。ライトアップ消えます消えます。消える瞬間見ちゃって。あ、そうなんですね。10時ぐらいに消えるんですかね。そう消えた後もね、雰囲気がまたいいんですよね。怖くないですか？あ、なんかあれもこうそのなんていうか、こうああいう塔とかがこうひっそりこう。立ってるのが、はい、すごいいいですよ、かっこいい。じゃあちなみに正面の花屋敷についてなんですけど、ここ今現存している中で日本で一番古い遊園地です。遊園地。昔できた当初は植物園だったんですけど、しばらく植物園やってて。なんか新しいの取り入れたいなってことで、動物を入れて動植物園になりました。で、まあ楽しくやってたんですけど、戦争が来てしまって動物殺さなきゃいけないとか、もう閉店しなきゃいけなくなってしまったんで、一回全部なくなってしまいました。あ、そうですか。なくなったんですけど、もう一回新たに盛り上げようということで、遊園地として新しく開園しました。あ、なるほど。今でも名残もともと今までの名残残したいってことで、遊園地に行くとなんかパンダカー、ありますね。ちっちゃい子が乗る乗り物があると思うんですけど、あれのパンダカーっていう乗り物はここが発祥です。発祥なんですね。遊園地だけど動物園の中に作られました。はい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 。もともとは象で作ろうとしたらしいんですけど、手がになっちゃったらしい。なるほど。パンダにしとこうと思って、パンダにして乗り物できたらしい。日本だともうね、いろんな場所にパンダの乗り物ありますよね。私も乗りたくてめっちゃ100円お願いした思い出。あ、そうなんですか。意外と乗る機会ない。ああ、確かに。でもあれ、私が一番初めに見たのが動物園ですよね。動物園の入り口のところに置いてあって、ああ、なるほど。めっちゃやりたいって。そうなんだ。なんか今まで私はい、今年、ここの人力車やりたいって面接に行ったんですが、浅草初めて来た。と思ってたんですよ。はいはい。そしたらこの間北海道帰った時に、4歳の時に行ったことがあるらしくて。あ、そうなんですか。この写真見せてもらって、びっくりしました。行ってる。しかも花屋敷も行ってて。あ、そうなんですね。じゃあパンダカーに乗ってたかもしれないですね。乗ってたかもしれないです。ああ。びっくりですよ。はい。なんかこの通りとかではなくてもいいんですけど、ゆらさんがこう浅草で食べてすごい美味しかったなって思う食べ物とかって何ですか？はい、いっぱいありますよね、多分。いろんなものが決めきれない感じですか？どれにします？何ですか？はい、天むす？天ぷらが刺さってるおにぎり。はいはいはい。あれ昨日食べたんですけど、はい、めちゃめちゃ美味しかった。私の中では結構断トツ。あ、本当ですか？はい。ちなみにお店の名前とかってわかります？なんだったっけな。ちゃんと調べてなかった。なんか天むすって書いてあったんですよ。あ、本当ですか？どの辺にあるお店ですか？どの辺にあるんだろう。後で調べて。すみません、ありがとうございます。ごめんなさい。はい。美味しかったのにちゃんと残って。ありがとうございます。もうそこがちょっと、はい、びっくりしました。あ、じゃあ僕の方でも調べて動画の概要欄に書いておきます。地図に載っけてみて。はい。ありがとうございます。天むすですね。美味しいというかなんか、はい、ボリュームがあるんだろうなと思って最初天むすって。はい、走ってる間だったんで食べれるかなとか、胸焼けしないかなってちょっと思ったんですけど、一つがちょっとちっちゃめで食べきれるんですよ。だからこれはいいと思ってあ、ドライブスルーで買って感じですか？あ、休憩時間？いや、休憩時間に誰かが持ってきてくれて。あ、そうなんですね。差し入れかな。はいで、食べさせてもらって。へえ、そうなんだ。結構今あれですか、浅草のお店開拓してる感じですか？あ、そんな感じです。そうですか、いいですね。はい。北海道住んでた時に、はい、住んでたところの家が、はい、反対がもうなんか置いてないような状況のところに住んでて、はい、もう本当、うん、体を動かすことぐらいしかできなかったんですよ。で、急にこっちに来て、Wi-Fi もあるし、何でも通ってるし。Wi-Fi があるって面白いですね。なんか何でもある状況が面白くて。はい、確かに。上京して1年目ってすごい楽しいですよね。面白いです。うん。そう。なんか私のところ一日に4、5本しか当てないんですよ。なるほど。学校行く学生が使える時間帯ぐらいしかなくて。ああ、そうなんですね。だからもうなんかどこでも行けるじゃんってなって。確かに。しかも電車チームですし。あ、そう。楽しくて仕方ない。確かに。僕も同じような感じでした。でも札幌なら比較的晴れってありますよね。あ、札幌はそうですね。そう。私の住んでるところが広すぎるだけです。あ、そうなんですね。熊出ます。あ、そうなんですね。出た熊食べます。熊。すごいな。なかなかね、東京じゃまず見ないんで。そうですね。うん。もう降りてきたら一台しかですよね。そう、たまにね、北海道で。道へ走ってると「熊注意」みたいな看板がありますか？あります。なんかなんだろう、あっちの富良野とかかな、あっちのなんか方とか行って林みたいなところを車で走ってるとあります。なんか熊の看板見たことあります。なんか熊、シカウサギ、キツネ、タヌキ。タヌキ。昔は修学路でよく見ます。見ます。北海道の。はい。すごい。なんかはい。住んでたところ北海道が家から学校まで約だいたい30キロ。30キロ。あって。はい。本当は電車を使うんですけど、最寄り駅までも18キロあるんですよ。すごいな。家学校あって、最寄り駅行って電車で行って、またそこから学校まで自転車なんで、それするなら直で行った方が早くないと思って、自転車で30キロ超えてました。うわ、すごい。本当ですか。毎日ですよね。え、片道が30キロ？そうです。え、じゃあ往復で60キロ。60キロ。やばいっすね。でも真っ暗になっちゃうとさすがに動物が危ないんで。確かに。迎えに来てます。迎えに来るのもすごいですよね。30キロを運転するってことですよね。でも迎えの30キロに比べれば信号が下手すりゃ一個もないんで。ただまっすぐ。あ、そうそう。家に走るんですけど、それがまた危なくて。危ないですか。めっちゃ眠くなるんですよ。そうなんですね。道とか部活するじゃないですか。部活して。で、12時ぐらいになるじゃないですか。で、帰る前にお腹空いたんでおにぎり食べてチャリ乗って帰るんですよ。そしたらもう眠くてしょうがなくて半分寝たまま帰れたんですよ。そしたらなんか斜めになって田んぼに落ちてしまって気づいたら田んぼの中で寝てました。疲れすぎて。すごい話だな。びっくりしたんですよ。いやー、体半分泥じゃんみたいな。すごいな。30キロ自転車で走るってのはすごいですね。眠くなっちゃいます。眠くなるんですね、それで。すごいな。でもなんとかなりましたね。あ、本当ですか。すごい話ですね。結構なんか、最近ゆらさんぐらいの年の方が結構入ってきてるみたいなのを、そう、私の研究生同期のひなちゃんって子が持ってる同い年の子がいるんですけど。あ、そうなんですね。一緒にやってます。おー、今日はいないかな。すごいですね。みんな若いのにこの人力車でバイトするってすごいですね。私もなんですけど、なんで始めようと思ったのってめっちゃ聞きたくなります。ああ、そう、本当にそう思います。でも一見めっちゃ辛そうだったんですか。辛いのはあるんですけど、楽しいが多分上回ると思います。そうですか。人と話せるし、動けるし、仲間がめちゃめちゃいいし。あ、いいですね。やっぱ先輩たちがすごい反響をよくしてくれるんで、楽しいです。みんなね、東京力車の車夫さん皆さん素敵な人ばっかりなんで、本当ね、いいですね。めちゃめちゃいいです。しかもみんな経験者だから。確かにいいですね。確かにね。いろんな人いますもんね。確かに。買い物をして来てしまったんですけど大丈夫ですか？全然大丈夫です。すごい面白い話をいっぱいしていただいて。聞くの上手すぎて。いえいえ、そんなことないですよ。どんどん話しちゃう。ありがとうございます。なんか、ここガイドしたかったなみたいなとこはあった感じですか？いや、大丈夫ですか？なんかもう、ガイドできるときにああ、そうですか。話すときはめっちゃ話しちゃう。すごい。でも覚えることが本当多いですよね。このガイドで覚えてと、あと、浅草の地域のこととかもいろいろ覚えてって感じで。いや、そう、私なんか歴史が苦手なんですけど。あ、そうなんですか。いや、覚え、これぐらいの資料渡されるんですよ。はい、そうなんですね。と思って。やってたんですけど、はい、実際に目に見えるものをガイドするじゃないですか。だから、覚えやすいんですよ。ああ、なるほど。イメージしやすいんで。はい、なんか、歴史勉強ってよりは。他の実験みたいな感じで。ああ、なるほど。実際に目に見えちゃう。はい、はい。確かに。戻ってきました。うん。あっという間でした。びっくり。はい。もう3周ぐらいしましょうか。したいですね。めちゃめちゃしたいです。泊まれるかな。はい。本日は貴重な時間、本当にありがとうございました。はい。またあれでお願いします。はい。ではもう失礼します。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではゆっくり降りましょう。はい。あっち、あ、わかりました。雷もこっちです。ありがとうございました。こちらで。大丈夫ですか。大丈夫です。暑いですよね。やっぱ走ってると。暑い。でも今日すごい涼しいです。あ、今日はね、そう。はい。はい。今日は私と私ごめんなさい。これどれぐらい電池持つんですか。電池はね、あと3時間ぐらいから、あ、ごめんなさい、2時間ぐらいです。ごめんなさい。めちゃめちゃ持ちます。持ちます。はい。本当だ。現金で大丈夫ですか。あ、現金で、はい、大丈夫です。はい。ちょっと一緒に見てきます。はい。大丈夫でした。はい。大丈夫でした。大丈夫です。はい。ありがとうございます。で、30分で9対なので、6300円で合ってましたか。6300円で、はい。合ってます。合ってます。はい。では、1名様6300円で、宛名何か希望ありますか。あ、なんか上様とかで大丈夫です。わかりました。はい、ありがとうございます。上様。よし。1月7日です。できました。じゃあまずこちらで領収書、はい、こっちが一番上領収書で、はい、はい、真ん中が優待券になっていて期限ないので、いつでも大丈夫です。はい、10% 引きになるんですね。10% です。はい、はい、で一番下アンケートになってて、はい、切って貼らないでそのまま、はい、送ってもらえれば私のロッカーに届くので、はい、ロッカーに届くんですね。待ってます。はい、ありがとうございます。じゃあまずこちらで、はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。3700円。はい、そうです。ありがとうございます。これをちゃんと説明してくれた人初めてです。あ、説明してくれたって、その、はい、こんなにしっかり説明してくれた人初めて。はい。嘘だまず3000円、はい、あ、大丈夫ですか。はい、すいません。じゃあまず3000円ですね。700円、700円ありますか。100円を、はい、あ、100円とちょっと待ってくださいね。ありました、700円。ありました。おお。では700円で。はい。どうもありがとうございます。はい。では、よかったらお土産の。お、じゃあお願いしていいですか。はい。いっぱい持ってますよね、皆さん。いっぱいあります。あったあったあった。これなんですけど、はい、雷門のこっち側のこういう建物がありまして、雷おこしと人形焼きの発祥のお店なので、よかったらここでお土産買ってってみてください。あと私一押しの、はい、あれですね、ケロトッツォっていうのが。ああ、ケロトッツォね。はい、一回ドライブスルーの動画を撮らせていただきました。これはい、私めちゃめちゃ美味しいですよね。これよかったら、ありがとうございます。では、はい、以上ですかね。ありがとうございました。はい、めちゃめちゃ話聞いてもらって、僕もめちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。じゃあ、はい、これ動画切りたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。